出た、何やってたか覚えてる？なわけね、覚えてるわけね、覚えてるわけ。ね、どうやら俺たちはジェイス・スケルの部下を探していたようだ。はあ。で、カール・チザムっていう、まあ、この人が最後の部下っていうことでいいんでしょ？この人、この人？シェルターにプログラマーが監禁されてるから彼らを見つけ出さないといけない。で、そのシェルターの場所を知ってるのが所長だけ、自然災害管理センターの所長だけ。そこに、そこに行くぜ。場所、どこだろう。あ、インフィニティ、ここか。インフィニティ地方の。ピン外しちまった。インフィニティのどこや。なくね。え、なくね。どれのこと言ってんの。とりあえずインフィニティ地方らへんに行ってみるか。ファストトラベルしよう。最近やるゲームがなくて、今更ながらゴーストリコン買おうか迷ってるんですが、ソロでクリアできそうな難易度ですか。なんかいろんなところ、よそからいろんな批判を浴びて、このゲームはアップデートでそこまで設定する必要があるかっていう項目も設定できるようになったから、甘々難易度にしたければいくらでも甘々にできるんで、一人でも遊べるとは思います。なんか体力の回復速度の設定とか、消費アイテムの設定とか、なんかやたら細かくなってる。そう、ごちゃぐそに細かい。インフィニティ南東部、南東部だから、あ、あった、ここだ。今ピンを刺した場所に行きましょう。 A です。はいはい。とりあえずなんか危険な所領があるから、あれを避けつつ、我々は我々で。初見です。初見さん、こんばんは。こんばんは。なんでこんなに天気が荒れてるんだ。ドカーン。ドローンどうやって出したの。十字キー上。そっからか。そっからなのか。そっからだよ。あ、車両の近くに敵がおります。タグ。ああ、はいはい。敵2名とドローン1つ。うん。ビーコンとタグって何が違うんだこれ。分からん。ポーンとか。とりあえずこっちの、こっちの方に来てくれ。これ、俺はもうドローン壊しちゃうよ。攻撃。はい。そこに敵がいたことすら知らんかったんだけど。さっさと行くぞ。なに、あ、出たよ。出たよ。ヘリだよ。X、あ、ここか。運転は任せろ。Xboxのボタン、わからん。わかれ。俺、Nintendoとソニーしか知らない。ちょっと、なんか、車の挙動変わったのかな？気のせいだよな。しばらくやってなかったからも知らないだけだよ、それ、うん、知らない、忘れただけでしょ。知らないこといっぱいで、初めてこのゲームやるようなもんで。だけど、車は大体どこでも走れるから。あ。早速。あと1キロぐらいある。待って、なんだこの天気一体。すんごい視界悪い。嵐じゃねえか。嵐だよ。
なんかめっちゃあの天気やばい、サイレントヒルみたいな感じ。そうそうそう見えないんだけど、やばいじゃんこのサイレントヒル、やばい天気を確認できたぞ。あ、待って、おいっす、すっげえやりづらい、わかる、引けにくい、引きにくい引きにくい、痛い、引けてないぞお前。それでは頑張ってください。よいしょと。頑張るぜ。そうな、目的地はっきりとわからない問題はなんか見落としてるかもしれないな。さあ、降りよう。これ、どうやって TPS ってどうやってやるんだっけこれ。ああ、右スティックか。そうですね、押し込みです。情報グレネードというものをあなたは持ってたっけ？欲しいな。俺なんかもう敵の位置全部映ってんだよね。なんかえ、ちょっと待って、車両来てる。それはアマーマモードにしてる、ひょっとしてかな。ずるくね。いや、そういう設定あったらしちゃうじゃん。マジそう、必要以上に甘くしなくたっていいだろう。いや、なんかドローンの存在意義なくなっちゃったな。うん、だからそれは切った方がいいと思うんだけど。まあ、つうかここめちゃくちゃ広いな。いやー、ちょっと俺適当に全部オンにしちゃったからさ、これわかんねえんだよな。あ、電源装置ある。これか。いや、違うな。通信兵、こう縦長だったからさ、奥の方にも情報グレネードが欲しいな。ほう、はい。ていうか俺は俺でさ、あのドローンからだとハイライトされないことのある敵がいるんだけど、なんでだ、されてるかな。よし、あ、こうか。奥の方ってどの辺？奥の方にでかい建物があるんだけど、わかる？ああ、多分あれだね。あとドローン飛んでるから気をつけて。ナイス。俺はまず電源装置を切っちゃおうかな。通信兵はいたかな？通信兵。いなさそうだけど、迫撃砲を使う敵がいるな。よく覚えてんな。覚えてる。覚えてねえわ。とりあえず建物の中に行けばいいんでしょ、こういう時は。無駄な殺しを避けてね、建物の中に入りたい。でもここすぐそこに敵がいる。裏口とかないかな、建物。別に電源切ったら警戒されるから切んなくてもいいし。うんうん、ここには会議室で所長を見つける。あ、近い、裏口ない？うわ、裏口っつったって。ああ、なんかこれ先端に入り口とかないかな。これ隠れ大丈夫？そこバレない？あっおい、そっくりさ。おい、あ、ちょっと戻ろう。あ、危ない。だからそっくりさんって言われるんだぞ。一流に程遠いわ。やばいな、4段階ぐらい下がってね、それ。まだ完全にバレてはいない。あ、これ赤い、赤すぎたろ、これ迫撃砲だ、それ。よし、ドローン壊した。あ、赤、危ない。やたら赤くね。あ、危ない。
もっと薄くていいんだけどそれ。なんでこんな赤いのこれ。もう何も見えねえ。赤すぎだって。ちょっと驚きの赤さだわ。まあ、おお危ねえ。まあ敵を減らそうか。そういうゲームじゃねえけどこれ。減らさなかったら何するゲーム。もうバレないように任務を遂行するゲームだよ。それはメタルギアで十分。何を言ってんの。ちょっと待って。建物からどんどん敵が出てきてるよ。これさ、コントローラーむずくない。そうかい。とんでもないリコイルなんだけど。俺前からそれで遊んでたけどね。あーバレる、バレるってかバレてる。硬い。スナイパーが一番強い。あー危ない。なにこのドローン。あー物資ドローンかな。とそっちに、そっちの一人をよろしく。すごい跳ねる。銃が悪いんかなこれ。銃が悪いんじゃね。ありえんくらい跳ねるもん。この会議室くら。あと中2人。やれやれ。そんな大変でもない戦闘だったから。もう一理ある。あれ、ちょまだいった。敵は相変わらずアホだわ。相変わらず。当てみ。敵おる。いや無力化した。全部です。あで、あここか。所長、所長、あなた所長。どうも。これさ、画面のワーニングのビックリマーク絶対逆だと思うんだけど。いや、怖がらない。あ、もうやった。よ。ちょっと話せないんだけど、なんで。いや、俺は話すで。あ、待って、話す。何どうした、どうした。いや、驚かないでくれ。これ話すってやって項目出た瞬間さ、一瞬で戻るんだけど。わかるわかる。何それ。あ、オッケー。殴らないでくれ。協力してくれれば何もさ。ハー族の収容所に侵入したい。アクションゲームの裏技ばりの高速入力。殺される。あの女に拷問された奴らのことを考えてみよう。あんたの部下よ。ハゴめっちゃしゃくれてるな。これはそれを止めるチャンスだ。分かった。入り方は教える。どうでもいいとこに来なくていいよ。それだけで十分だ。まずはベッドの光ファイバーケーブルを切断するんだ。次にセキュリティを通過するための新しい IT データを作成する。制御室に生体スキャナーがあるから、そこで手をスキャンすればいい。そしたら屋根のアンテナを発見して、あれ、ミッショントラック外れてるよ。作った ID を収容所内のサーバーに送る。収容所に入るにはそれしか方法がないんだ。ですって。この人の髪型維持するのめんどくさそう。怖がらないでください。あ、なんか装備があるそこに。装備。ちょっとこれ一人ずつなのどうしよう。ビーニー。光ファイバーどうたらこうたら言ったけど今所長捕まえるとは。驚かないでくれ。もう殴らないでくれ。あれあれ、教えてくれれば何もしない。ハー族の収容所に侵入したいんだ。もう拷問は嫌なんだ。手を貸せばハー族に殺される。あの女に拷問された奴らのことを考えてみろ。あんたの部下や友人だろ。あ、そうだ、あなたが今ミッショントラックから外れたから同じ話を俺はまた聞いているわけだ。入り方は教える。でもそれ以上はあとは君にやってくれ。それだけで十分だ。まずはそんなことある。ベッドの光ファイバーケーブルを切断するんだ。おやめろやめろ。次に
作品を通過するための新しい IT データを作成する。いや、どうも。話を聞いたのはいいんだけどさ、ミッション進まないんだけど。うん、まさか俺ももう一回話すなんてこと。なんだ、なんだこいつ。終わらないでくれ。いや、驚かないでくれ。何回同じ話すんだよ。おい、ちょっと。もう殴らないでくれ。このしょうもないバグまた復活してんだ、これ。嘘だろ。もう拷問は嫌だ。ハズキに殺される。おい、3回目。ことを考えてみろ。あんたの部下や。コントじゃねえんだぞ。これはそれを止めるチャンス。わかった、入り方は教える。え？頼む。おおい、いい加減にしろ。ちょっときっちり最後まで聞いてみよう。もう拷問は嫌なんだ。手を貸せばハーゾクに殺される。あの女に拷問された奴らのことを考えてみろ。あんたの部下や友人だろ。これはそれを止めるチャンスだ。わかった、入り方は教える。でもそれ以上は無理だ。あとは君がやってくれ。聞く気ないよ。それだけは十分だ。まずは別途の光ファイバーケーブルを切断するんだ。次にセキュリティを通過するための新しい IT データを作成する。セキュリティに生体スキャナーがあるから、そこで手をスキャンすればいい。そしたら屋根のアンテナをハッキングして作った ID を収容所内のサーバーに送る。収容所に入るにはそれしか方法がないんだ。で、話が終わりましたと。終わったね。終わったよ、確かに終わったよね。今終わったね。終わったよね。いや、やどいやどうもいやどうもじゃねえ。え、待って、どういうこと。同じのしかないけど、これバグミッションですか。これこれ、あ、自然管理センター所長を捕まえるってこれ今やったやつだっけ。そうだよ、こいつ所長なんだよね。いや、驚かないでくれ。はぁ、これ所長のそっくりさん、この人。はい。いや、頼む、もう殴らないでくれ。協力する。いや、ハーするための新しい、どういうことなんだろう。一回、一回この社長殺してリセットしてね。一回殺すか。一回殺す。一回殺す。一回殺す。屋根のアンテナをハッキングして。よし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 。でもね、同じことしか言わないやつはね、死すべきだわ。これでリセット。で、ちょっと待って、リセットかけるわ。うん。何なんだよ。リトライ。はい。リトライ。これで、ね、同じ話しかしないもんだったらもう知らない。もうジェイスの部下なんで知らない。もう知らない。頭のおかしい部下でしたで終わる。よし、あ、すぐそこに装備ボックスあるじゃん。ん？あ、待って、敵復活してるから気をつけてよ。任せすぎて。誰に、誰に言ってるの。おっと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 っ。車来たよ。危ない。なんか今、あなたと私のミッショントラックが違うものになってる。本当だ。侵入路を求めてってやつを今やってたんだけど。出ない？今出たわ。あ、オッケー。俺のピン一回外したら出たわ。相変わらずめんどくせえゲームだな。めんどくせえゲームだな。さあ、やっとテイク2だよ、テイク2。もうね、同じような失敗。いや、失敗？うん。そっくりさんみたいな失敗は許されないよ。おい、ちょっとあいつをやっちゃおうかな。これサプレッサーついてるかな、これ。あ、ついてるね。見にくいな、あの敵。よし、何、殺傷したからあの所長は頭がおかしくなったの。そんなことじゃないよね。そんなことあるのか。ステルス限定ストーリーみたいな。それならステルス失敗した時点でミッション蹴られるの。中に
あの建物の中敵は3人しかいないから、そいつらを黙らせちゃえばいいんよ、それで。ほう。でもまだなんかちょっともやあるけど。あ、なんかうっすらある。いいよ。あ、ちょ、ん？ここに敵いる。ちっか。気のせいじゃないよな。マップ上に表示されない敵がいる。あ、いや、されてるな。やべ。俺左スティックちょっとたまに前に勝手に入るんで。致命的だけど。やべ、ピスってやってる分にはね、常に操作してるからいいんだけど。違う、こういうたまに止まりたいゲームは動いちゃうからダメだ。あのライト消したいな。バレるかな。照らされないか、こっちは。大丈夫でしょ。いや、やだ。いやね。おい、なるほど、賢い。それは特殊部隊だわ。で、今一流特殊部隊だから。格付けかこれは。さっきの完全にそっくりさんだから。そのうち映す価値なしになる。映す価値なし。ってこれ上来たからなんだって感じなんだけど、どっから入るんだよ。これも二流特殊部隊だわ。ダメだなもう。これ入り口は一つしかないんだよ、ここ。上なんもねえじゃん。上からパスパス入り口の敵を減らしゃいいんじゃないの。あ、まあこっから見えるんか。あ、こいつやれるな。こいつやっちゃおう。イエイ、やっちゃえ。あとはどうだ、これ入れるんじゃ。あ、ダメだ、真下にいる。真下おる。おファック。あ、待って、あった、これちょっとTPS 視点が優秀すぎて。あっ、どっどっどっ。おいおい、赤いよ。もう上からちまちま減らしちゃおうぜ。あ、マジ。うん、まずあの迫撃方針をやっちゃおう。はい、おお、これは一流だわ、さすが。見つかったやつが何を言ってんの。いやいや、これ完全にバレちゃいないから。警戒状態だから。そこを間違っちゃいけない。黄色だよ。おや、おや、あなたはひょっとしてひょっとして赤いんですか。うるせえな。これがね、一流との違いだよね。バレても黄色。ただ頭下げないと撃つぞ。見えない、当たんない。なんかさ、敵が前と比べて全然アグレッシブに動いてくれないんだよな。当たった。うわっ、あ、ちょっとな、何をしてんのこのキャラクターは。大丈夫か。まあ、ついにキャラのせいにし始めたか。何を考えているんだ。いやー、だって物陰で伏せようとしたらわざわざ敵の目の前に伏せ始めるんだ。それはね、頭がおかしくなったとしか言いようがない。あ、間違った、あれ見え感じ。おお、頭おかしくなったんだ。たまによくある犠牲なんだあれは。ちょっと俺も下に降りて。もう開いて。COD バリのトツナみたいなことしたかったけど。あと一人だ。どこだ。バレた。はい。で、所長。所長、所長。問題の。問題児、所長。交戦中は会話不可。まだどっかにいる？はぁ？俺たちが見落としたか見落とされてるかな。
姿を消したってなって。嘘、俺なんでバレてんの。ああ姿は、オッケーオッケーオッケー。なんでこれがね、一流だよ。で、で、いや、頼む、もう殴らないでくれ。教えてくれれば。殴った覚えはね。ハーゾクの収容所に侵入したいんだ。もう両方嫌だ。でもさ、ハーゾクに殺される。あの女に拷問されたやつのことを考えてみろ。あんたの部下や友人だろ。これはそれを止めるチャンスだ。わかった、会議官は教えて。でもそれ以上は無理だ。あとは君がやってくれ。それだけで十分だ。まずは、ベッドの光ファイバーケーブルを切断するんだ。次に、セキュリティを通過するための新しい ID データを作成する。専用室に生体スキャナーがあるから、そこで手をスキャンすればいい。そしたら、屋根のアンテナをハッキングして、作った ID を収容所内のサーバーに送る。収容所に入るのはそれしか方法がないんだ。感謝する。お、進んだ。よかった。ゲーム積んだかと思ったよ。進まないんだもん。そうで。進まなくなったら一回殺せばいい。あれなんか敵二人湧いてる。倒しちゃう。どこにいるの？近いよ。は？ああ。あれもう一人外だな。外だよ。うーい。え、て、あ、ちょ。掴めなーい。ごめん。さてさて。撃たれたんだ。なんだよ。オッケー。光ファイバーケーブルを切れってよ。はい。ミッションミッション。